画面の向こう側を想像していますか？その言葉は直接言える言葉ですか？傷つける言葉はやめよう。ルールを守って楽しく使おう。ルールを守って楽しく過ごそう。いじめは自分にそのつもりがなくても、何かをされたり言われたりした人が心や体に痛みを感じてしまったら、それはいじめです。 SNS では何を書き込んでも誰が投稿したかわからないだろうと思っていませんか？ SNS での誹謗中傷や偏見、差別はあってはなりません。それぞれの立場に立って投稿する前に考えてみてください。知ろう、守ろう、考えよう。みんなが人権ブースター。